その扉の先に生徒会長が。ようやくここまで来たわね。準備はいいですか、ユイ先輩。ええ、みんなで勝ちに行きましょう。はい、楽しく勝ってみせます。ようやく来たね。待っていたよ、サイドゼロのリーダー。君をずっと待っていたんだ。あなたが？そう、僕がこの学園の生徒会長、椎名勇気だ。ついに君たちは目的の場所にたどり着いたわけだね。ああ、僕もワクワクしているよ。君たちはどんな風にバトルするんだい？強いのかな？強いよね。そうじゃないと面白くない。そんな、強くないと意味がないみたいな言い方。意味なんてないのさ、僕にとってはね。実際弱いビルダーに何の価値があるんだい？あなたは間違っている。そうかな。現に君たちも力でここまで来たんだろ。僕と何が違うんだ？全然違います、会長。あなたは悲しい人。顔は笑っているのに目は笑ってない。少しも楽しそうじゃないです。当然だろう。だってみんな弱いんだ。いくらバトルしても全く熱くならない。僕の情熱を削いだのは他ならぬ君たちなんだよ。なのに僕が悲しい。言うじゃないか、一年生、君みたいな人間のそういう弱さを見せられるのが僕は一番嫌いなんだ。だから全力で叩き潰してあげるよ。さあ始めようか、サイドゼロ。久しぶりのバトルだ。もちろん楽しませてくれるよね。ついにこの時がやってきました。学園最強の生徒会長 VS サイドゼロ。この戦いを多くの生徒が待ち望んだことでしょう。この一戦でガンブレ学園の行く末、未来が決まります。強者を奉じる弱肉強食の場となるか、はたまた多くの楽しみ方を許容する新しい場になるか、その結末が今訪れる。学園最強の座は誰の手に？さあ、それでは白熱のガンプラバトルにレディーゴサイドゼロ、気取った名前だ。その名の通り、今すぐゼロに、無に返してあげろ。始まりました、 G キューブ。実況は私、放送部部長釈のリンクが行いますよ。私だって戦います。私のガンプラを見ててください。じゃあ手合わせ願えるかな。じゃあガンダムの確認、これより破壊するわ。お願いします。うわー、正気です。うわー、好きな色だわ。なんでか破壊したわ。なんだ。
レイヤー6撃破されました。私はプレイヤー5、私たちがトップになりました。まだるっこしい駆け引きは必要ない。さあ戦おうよ。なかなかのパーツが期待できそうなターゲットです。これは撃破しておきたいですね。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。なんで強さなんだ。私は逃げも隠れもしない。さあ戦ってください。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。ああ終わったね。次は何をしようか。プレイヤー5撃破されました。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。やった、レッドが入りましたね。やあ出合わせ願えるかな。プレイヤー4撃破されました。このクエストは時間との勝負でもありますよ。さあさあ通常の3倍のスピードでいきましょう。どうやって潰していくのが一番大切。来ました、ついにやってきました。さあ見せてもらいましょう、新しいガンダムの性能とやらを。パーフェクトブレード、ユニコーンガンダム。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。やった、クエストクリア。いい調子だね。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。僕が落とされるとはね。でもね、
本当に楽しいのは勝ちを確信している人から勝利をあっさりと取り上げることさ。まだまだいけるんだろ。君たちの言葉を証明したいなら本当の僕を倒してみなよ。さあさあさあ、楽しい、楽しいな。この力はものすごいプレッシャー。 これが会長の本気。どこまでも踊れ。僕を夢の世界へ導いてくれ。同じ機体が3体、もしかしてこれを全部同時にシーナ君が。物理的にありえません。可能だとしても相当なラグが発生して使い物にならないはず。そう、これは僕の能力、センスオブエクスパンション。僕はガンプラで